じゃあ今日のパワープロということでガチャを引いていくんですけど、アンドロメダ学園がね配信になりまして、アンドロメダ学園デビューガチャが来ているんですけれども、今日はちょっとこれを引かずにですね、まずはこの覚醒祭りプレミアムガチャ、これまだ引いてないので、まあ3回引けてね、全部 PSR が出てきますので、とりあえずこれ3回引く。でアンドロメダ学園自体は、まあ、この3人いわゆる常設のキャラなんで、ちょっと先にねあのチケットを使ってワンチャン出ないかなというのを狙っていきます。チケットが結構溜まってるんですよね。 SR ガチャチケットが4枚、 PSR13 枚あるから、で補助券が63枚、 PSR の補助券も58枚あるんで、これちょっと全部ぶっ放してアンドロメダキャラが出ればいいなっていう感じを狙っていきます。じゃあまずはこっちの覚醒祭りプレミアム、これ3回引きます。風投げが欲しいんですよね。あとねせっちゃんも袴持ってないんで出てくれると嬉しいですというところ。厳選12キャラ一応見てみますか。そう、暁守くんとかはねもうちょっとって感じだよね。でジャスチいくつだったっけ、わかんない。で袴せっちゃん、水着みずきちゃんも欲しい。でひじりちゃんはもう PSR プラゴで、北斗もまあ欲しいか。でロディブライトはまああればいい。で先駆けくんはプラゴ、国樹もまだ、はるかちゃんもまだ、赤原はもうプラゴ近いっていうか、もう偏ってるね俺の中では。プラゴにプラゴのキャラか育ってないキャラかみたいな感じなので、まあとりあえず3枚確保できるんで引いていきましょう。とりあえず10連、はい、200で引けるしね、まあ、PSR がもらえる時っていうのはなかなか、まあ、最近は多くなってきたけどね、なかなかないじゃないんで。そう、70連とかね引かなきゃいけないとか来た俺だからさ、あの好敵手を持ってないのよ、好敵手 PSR を。お水着みずきちゃん PSR プラゴのくせに R 持ってなかったんか。だからいつか好敵手守くんが来た時のためにって言ってもね、多分今手持ちでプラゴまで持っていけるんだよね、あの PSR1 枚あれば。まあ、守君はねめちゃくちゃバリエーションがいっぱいあるんで、とりあえずぶっ込んどけばなんとかなるみたいな。これはロディブライト、もう持ってなかったんだ、そもそも持ってなかったっす。でもロディブライトってさあれだよね、アプリと違って得意練習2種類なかったよね確か。だけど あった急速、あれだ、スタミナ上限アップがついてないんだ。覚醒だってできないし、なんか忘れちゃったちょっとわかんない、そんな感じです。まあ、とりあえずゲットしたんで、まあ、新キャラなんでよしとしましょう。じゃあ30連目、はい、まあ、ここら辺はいいか、1枚。ああ風投げだ、よしよしよし。お PR の風投げも入ってる。っていうかこれ PR 以上が出んだっけ、あそんなことなかったわ、 R 普通に出てる。でそれ考えると PR めっちゃ出たな、めっちゃ出たけど相変わらず袴せっちゃんはない。国樹はねちょいちょいプラ2とかのはずなんで、まあミート上限アップ解放できるんで、まあ、あればいいかな、そんな頻繁には使わないけどっていう感じです。まあ、とりあえず PSR はこんなところで、ボックスが満タンなんでちょっとボックスを開けないとチケットが使えないんで、ちょっとボックスを開けてきます。それではワンチャンアンドロメダキャラを狙っていきましょう。まずは SR から4枚一気にいこう。ちなみに SR ガチャチケットから PSR とか出たりするの、それはないか。雷犬川、あなんだっけこいつ、名前忘れたけど、こいつはまあまあまあフリートで使うかな、わかんねえ、出ない。じゃあ PSR は取っといて補助券の SR 行こう。50枚、オール虹玉、反転したらもうほぼほぼあれですかね、桜の宮とか、なんか懐かしいな、こうやって見ると。お来た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 、とりあえず SR ゲット。犬川、これなんだっけ、ガジェット落ち合い、
敏捷ボーナス、なんだ、筋力と走塁で敏捷ボーナスと肩上限の、固有ついてて筋力ボーナス練習15。あー悪くないね、悪くないね。基礎能力2つついててでタックと、タックと基礎ボーナスがついてるのがいいんだよね。やっぱり練習効果も15あるんで、おいいですね。 PSR チケットを使ってれば PSR で出てたのかな。まあ、そこはちょっと贅沢というもの。あと2枚、葵ちゃん、んで3枚は使えないから、じゃあ先に PSR ガチャチケット普通に行きましょう。10枚、10個全部 PSR。 いやもう虹とかどうでもいい。 PSR はさすがに反転してもあれだよね。サイリさん持ってません。いやそれなりに持ってんね。ちーちゃん持ってないんだ。ジャスチーは持ってるけどね。せっちゃん、クネビアちゃん、これはなんだっけ、スミカちゃん。まあそりゃ PSR はね持ってないからいっぱいいるよということで、まあとりあえずこんな感じでした。でもまあプラゴがそれなりに余ってるから、どうだろうね。サイリさんとかね、前はね独身術作るのに入れてたけど、今独身術キャラいっぱいいるからね、まあきらめきに変えちゃうっていうのもありかもしれない。で3枚、これは普通にチケットなんで3枚いけます。これは田中山太郎、田中山も昔は使ってたよな。で脆い、いや出るわ出るわ新キャラ。ちーちゃん出た。ちーちゃんジャスチーがねまだねプラゴじゃないからそれはいい。じゃあちょっと待ってね、どれだ、 PSR のガチャ補助券58枚、これはまずまた10連。さあ来い。もはやわからん。小田切君新鮮だね。でもこうやって反転しまくるの、清本とかね。あ、港ちゃん、 OKOKOK。 ただ水鳥じゃなくてその隣レイリーはもうプラゴなのよ。というわけでまあちょっと出なかったか。矢部田さんとかまだいたんだ。そもそもここら辺もきらめきだな。レイリーはね PSR 2、3枚余ってんだよね、プラゴになって。なおかつ、まあ、もしかしたらもしかしたらで別バージョンが出るかもしんないけど、独身術がなくなっちゃうっていうんだったらちょっと微妙だよねっていう感じ。まあ、一応取っときます。あのきらめきには変えないで。あと8枚あるんで補助券が。最後の望み、さあここで来るか。ラスト1枚、こいつか。名前が出てくる、須藤という感じでした。まあとりあえず SR で1枚手に入ったんで、ガジェットくんちょっとガジェット使ってあと1人アンドロメダキャラ借りてちょっとアンドロメダをやってみようと思います。どうだろうね、クリスマスがね近いっちゃ近くて、さっきパワーストーン600個使っちゃったからね。70連はなかなかきついよねというところです。まあそんなわけで、今回の、今日のパープルはこれで終了します。お疲れ様でした。あでね、もう一個ちょっとやりたいことがあって、海岸のハルッチですね。海岸のハルッチ PSR、プラニになってます。サクチャレの結果 PSR が3枚手に入ったんで、1枚母体で2枚、解放に使いましたと。であと余ってるハルッチですね、これを全部ぶっこんで、まあプラ3になってくれればいいかなというところです。配布でもらった、SR が1枚と、あとなんか知んないけど1枚持ってるこれ、この2つでどっちかが1解放してくれれば、まあプラ3で45でいいでしょう。まあプラ5には持っていけないんで、どう考えても。あと他のこいつらはおまけというわけで、まあいわゆる雑解放ですね、やっていきます。これで1でも上がってくれればいいよという感じ。これけ上がらん、レベルアップ、悲しい。